もちろんこの車のカスタムってエアロのデザインから始まってホイールのデザインもあって、まあ、車高はある程度エアサスとか車高調とかでだいたい車高落とせるんだけど、マフラーもね、音のいい音と、まあ、あんまり大きな音と小さい音って分けるんだけど、要はボディキットを作ってあれにつけて車高落とした後にいかにカラーリングをどうするのか。だから服でも一緒で、まあ例えば服のデザインは決まったんだけど、じゃあ黄色にするのか赤にするのかコンビネーションにするのか柄を入れるのかっていう、その最終着地は外装のやっぱりイメージだと思う。ただそれを僕が今回グランプリになったイラストの人のやつをこう実写にして自分が選んだものに対してやったわけなんで、すごいと思います。でも今回このイメージは、まあ、外人さんが作った CG で作ったものをうちらはこれ原写にしたわけだから、ぜひその CG のイメージと原写と合わせて見てもらいたいよね。リアルだよね、結局は。いかにゲームからリアルの1分の1を作っていくのか、でみんなは1分の1からいかにリアルのゲーム感の中でカスタムしていくのか、ここが一番今回テーマ的にはいいとこなんじゃないですか。これ僕のデザインではないわけですからね、ボディ のカラーは、うん、ゲームから原的に入って車が好きになるっていう、そのヒントを与えているものが CSR2 なんじゃないかなと思うね。だって車だけ全く興味ない子がいるわけじゃん。でもその興味がないっていうものを原的に野ざらしにしててもダメだし、興味を持つようなヒントを自分たちから CSR2 から発信できたら、もっと世界中に車好きのファンのカスタムファンが増えていくんじゃないかなと。どんどんやっぱり子供たち、若い子たちに世界中の CSR2 からカスタムの素晴らしさを伝えていきたいと思います。